はやともさんに対して、はい、めっちゃ敵意っていうか、はい、恨みみたいのをこう思ってるみたいのってはやともさんわかるんですか？そのなんかこう、まあ、息量じゃないんだけど、はい、なんかこう強い恨みとかわかんないですけど、なんかその念っていうんですか、そういうのをはやともさんに向けてるっていうのは、はやともさん自身は分かったりするんですか？自分には分かんないですね。まあ予想はつきますけど、こいつだろうな、こいつ恨んでるだろうなみたいな予想はつきますけど、それはもう普通に単純に普通に人として分かるみたいなことで、 それがなんか霊が見えることに関係して見えるっていうわけじゃない？あ、全然関係ないです。あ、それは普通にじゃあ自分の勘としてみたいな。勘です、勘です。あ、なる